こんにちは。令和元年の論文方試験を受ける方へって形ですね。令言を変わりまして、初めて論文方式試験って、施行されるわけですよね。何が出るか分かりませんけれどもね、まず気をつけてもらいたいのは、本試験だという形であまり意識をしないでください。でそうしちゃうとやっぱね、焦るんですよね。焦っていいことは全くないと思いますよ。それ通りにやれば通常通りの実力が出てくるんですけど、大体そういう方になると8割ぐらいになっちゃうのかな、実力のね。そうなってしまうと残念でしたってなっちゃいますんで、ぜひね、普通通りだと思ってやるのが一番良いと思います。それで気をつけてもらいたいのが2番目、問題文との対応してきてもらいたいんですね。何書いてあるのかなってこれまず見て、何を聞いてるのかなってまず読んでみてください。特に近似の日常法ですかね、何書いてあるのかなって分かんない問題が結構出るではないですか、ね、でお祝いでもちょっと一呼吸置いて考えると見えてきますから、相手が伝えたいことって何を聞いてるのかなってことが見えてくるからね。で一般的にどの受験生でも難しい問題って誰でも難しいわけですよ。皆さん難しいと感じる問題はみんなが難しいのね。であくまでも相対評価でしょ、論文って担当とは違いますよね、その観点でもね。でそういった意味では誰でも書くことについてちゃんと書いてくれば良いんですよ。装備できることもそれって話になりますからね。で問題文との対話をしっかりするってことが絶対必要だよね。あと絶対やらなきゃいけないのが配点を読むことです。配点こう書いた場合は大体何点取るのかな、配点を読んで配点通りまず構成ってやってみるんですね。で数年前かな、衣装で104条の3はフォローしなくても良いと、こういう聞いてきた時に無効審判はいらないって言ってしまった人がいるんだよね。ただこれやってしまうと、確かあの時は29条と29条の2という2つの項目しかなかったわけですね。これで60点って入っても絶対ないわけですよ。となるともう1個やっぱし落としていたなってことが絶対あるわけね。やっぱこれ無効審判で書かないと対話になっていないって話に当然なりますよね。落としてしまった人は何だろう、型通り書こうと思ってるんだよね。対話してくれば多分このことはない、配点ことができたら多分このことは全くないと思うんですね。そして必要な事項を落とさないことです。あまり気をてらった答案を書いちゃうと失敗しますので、誰でも書く答案をまず書くことだよね。でどうしてもね、書きたいんだったらなおと書いてちょっとつけるくらいれば十分であります。それで確かにちょっといい答案書けるかなっていうぐらいですかね。それ以上のことはやらない方が良いかなって思っております。あとね、僕の場合は書かない勇気を持たないといけません。いけません。これ書きすぎちゃうと失敗しますねっていうところはあえて書かないんですね。でそれでも十分受かる試験になっております。だって 25% 受かるんだよ。担当で何パーセントでしたっけ、十数パーセントでしょ。それから比べたって倍以上受かるではないですか、まあ、そういった意味ではそんなに難しくはないぞと、担当で取ってしまえばねって当然なりますので、まあ、あまり意識をしないでしっかりとやってきてください。今年は多分例年から比べちゃうと多く受かる感じがしますんでね。だからその波に乗ってうまく受かっていただきたいと思っております。